石屋川駅は兵庫県神戸市東灘区三影国町にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS26。島式ホーム一面二線を有する森土交換駅である。三宮川には石屋川車庫が所在し片当たり線があるため停留所ではない。改札口は一箇所のみで地上部にある。二階のホームは一部で石屋川をまたいでいる。なお、 阪神本線の駅の中で一面二線の島式ホームは当駅と元町駅だけである。阪神淡路大震災で被災する以前は相対式ホーム二面二線の形態であった。石屋川車庫の留置線の一本が当駅南側に伸びているが、震災前は三陰駅からの留置線が当駅北側まで達していた。実際には校内に 上記の乗り場番号表記はないが、公式サイトの構内図では、上りホームが1番線、下りホームが2番線とされている。また、上りホームからは、下り方面への発車も可能。ホーム油校長は19メートル級の阪神車両を6両編成に、対応する120メートルである。ただし2009年3月のダイヤ改正以降、当駅に停車する営業列車は、 阪神車両を4両編成のみとなった。21メートル級の近畿日本鉄道車両を6両編成は停車不可。各年11月の1日平均乗降人員は下記の通り。駅前には喫茶店や飲食店が数件ある。ただし駅前に校内施設としての売店がある。車庫所在駅であることから、早朝、深夜には当駅を始発。 終着とする普通が設定されている。かつては、三宮方面行きの当駅始発準急が数本設定されていた。当時の準急は、三陰駅正確駅停車のため実質は普通であるが、運用の都合上優等列車用の車両を使用しているため、表記上準急列車として運転されていた。しかし2006年10月のダイヤ改正で準急の 設定が当駅伊東のみとなったため廃止され、三宮駅始発の東スマ駅急行の設定で代替されていた。こちらも実質は普通であり、わざわざ急行や特急を名乗る理由も同様である。2009年3月のダイヤ改正以降、準急及び急行の発着はなくなり、このようなパターンの列車は平日、土曜、休日とも三宮駅始発スマウラ公園方面行きの 阪神特急とされたが、2016年3月のダイヤ改正時に赤道車にも方向膜、または LED 表示器の整備した上で普通に統一された。ありがとうございます。